推理さて殺人事件から10日ほどたったある日私は明智小五郎の宿を訪ねたその10日の間に明智と私とがこの事件に関して何をなし何を考えそして何を結論したか読者はそれらをこの日彼と私との間に取り交わされた会話によって 十分察するることができるできあろうそれまで明智とはカフェで顔を合わしていたばかりで宿を訪ねるのはその時が初めてだったけれどかねてところを聞いていたので探すのに骨は折れなかった私はそれらしいタバコ屋の店先に立って女将さんに明智がいるかどうかを訪ねた「ええいらっしゃいますちょっとお待ちください」。 今お呼びしますから。彼女はそう言って店先から見えている階段の上がり口まで行って大声に明智を呼んだ彼はこの家の二階を間借りしているのだすると「ああ!」と変な返事をして明智はミシミシと階段を下りてきたが私を発見すると驚いた顔をして「ああ!」 お上がりなさい、と言った私は彼の後に従って2階へ上がったところが何気なく彼の部屋へ一歩足を踏み込んだ時私はあっとたまげてしまった部屋の様子があまりにも異様だったからだ明智が変わり者だということを知らぬではなかったけれどこれはまた変わりすぎていた 何のことはない。四畳半の座敷が書物で埋まっているのだ真ん中のところに少し畳が見えるだけであとは本の山だ四方の壁や襖に沿って下の方はほとんど部屋いっぱいに上の方ほど幅が狭くなって天井の近くまで四方から書物の土手が迫っているのだ他の道具などは何もない 一体彼はこの部屋でどうして寝るのだろうと疑われるほどだ第一主客2人の座るところもないうっかり身動きしようものならたちまち本の土手崩れで押しつぶされてしまうかもしれないどうも狭くっていけませんがそれに座布団がないのですすみませんが 柔らかそうな本の上でも座ってください。私は書物の山に分け入ってやっと座る場所を見つけたがあまりのことにしばらくぼんやりとその辺りを見回していた私はかくも風変わりな部屋の主である明智小五郎の人となりについてここで一応説明しておかねばなるまいしかし彼とは昨今の付き合いだから 彼がどういう経歴の男で何によって移植し何を目的にこの人生を送っているのかというようなことは一切わからぬけれど彼がこれという職業を持たぬ一種の「遊民であることは確かだ強いて言えば「書生であろうかだが書生にしてはよほど風変わりな書生だいつか彼が 僕は人間を研究しているんですよと言ったことがあるがその時私にはそれが何を意味するのかよくわからなかったただ分かっているのは彼が犯罪や探偵について並々ならぬ興味と恐るべく豊富な知識を持っていることだ年は私と同じくらいで25歳を越してはいまいどちらかといえば痩せた方で 先にも言ったとおり歩く時に変に肩を振る癖があると言っても決して豪血流のそれではなく妙な男を引き合いに出すがあの片腕の不自由な公爵氏の神田白竜を思い出させるような歩き方なのだ白竜といえば明智は顔つきから小姉まで彼にそっくりだ白竜を見たことのない読者は 諸君の知っているうちでいわゆる講談師ではないがどことなく愛嬌のあるそして最も天才的な顔を想像するがよいただ明智の方は髪の毛がもっと長く伸びていてもじゃもじゃともつれ合っているそして彼は人と話している間にもよく指でそのもじゃもじゃになっている髪の毛をさらにもじゃもじゃにするためのように ひっかき回すのが癖だ服装などは一向構わぬ方らしくいつも木綿の着物にヨレヨレのへこびを占めているよく訪ねてくれましたねその後しばらく会いませんが例の D 坂の事件はどうです警察の方では一向犯人の見込みがつかぬようではありませんか明智は例の 頭をかき回しながらじろじろ私の顔を眺めて言う実は僕今日はそのことで少し話があってきたんですがねそこで私はどういうふうに切り出したものかと迷いながら始めた僕はあれからいろいろ考えてみたんですよ考えたばかりでなく探偵のように実地の取り調べもやったのですよそして実は 一つのの結論に達したのです。それを君にご報告しようと思って「ほうそいつは素敵ですね」「詳しく聞きたいものですね」「私はそういう彼の目つきに何がわかるものかというような軽蔑と安心の色が浮かんでいるのを見逃さなかった」「そしてそれが私のしゅじんしている心を激励した」 私は勢い込んで話し始めた。僕の友達に一人の新聞記者がありましてね。それが例の事件の係の小林刑事というのと婚姻なのです。で、僕はその新聞記者を通じて警察の模様を詳しく知ることができましたが、警察ではどうも捜査方針が立たないらしいのです。無論、いろいろ活動はしているのですが、これという見込みがつかぬのです。 あの例の伝統の例スイッチでですす。ね。ああれもダメなんですあそこには君の指紋だけっきゃついていないことがわかったのです警察の考えでは多分君の指紋が犯人の指紋を隠してしまったのだというのですよそういうわけで警察が困っていることを知ったものですから僕は一層熱心に調べてみる気になりましたそこで僕が到達した結論というのは どんなものだと思いますそしてそれを警察へ訴える前に君のところへ話しに来たのは何のためだと思いますそれはともかく僕はあの事件のあった日からあることを気づいていたのですよ君は覚えているでしょう2人の学生が犯人らしい男の着物の色についてまるで違った申し立てをしたことをね1人は黒だと言いい 一人は白だというのです。いくら人間の目が不確かだといって正反対の黒と白と間違えるのは変じゃないですか警察ではあれをどんなふうに解釈したか知りませんが僕は2人の陳述は両方とも間違いでないと思うのですよ君わかりますかあれはね犯人が白と黒とのだんだらの着物を着ていたんですよ つまり、太い黒の棒島の浴衣なんかですね。よく宿屋の貸し浴衣にあるような。では、なぜそれが一人に真っ白に見え、もう一人には真っ黒に見えたかといいますと、彼らは障子の格子の隙間から見たのですから、ちょうどその瞬間、一人の目が格子の隙間と着物の白地の部分と一致して見える位置にあり、もう一人の目が、 黒字の部分と一致して見える位置にあったんですこれは珍しい偶然かもしれませんが決して不可能ではないのですそしてこの場合こう考えるより他に方法がないのですさて犯人の着物の縞柄はわかりましたがこれでは単に操作範囲が縮小されたというまででまだ確定的なものではありません第二の論拠は あの伝統のスイッチの指紋なんです。僕はさっき話した新聞記者の友達のつてで、小林刑事に頼んでその指紋を、君の指紋ですよ。よく調べさせてもらったのです。その結果、いよいよ僕の考えていることが間違っていないのを確かめました。ところで君、すずりがあったらちょっと貸してくれませんか そこで私は一つの実験をやってみせた。まずすずりを借りる。私は右の親指に薄く墨をつけて、懐から半紙の上に一つの指紋を押した。それからその指紋の乾くのを待って、もう一度同じ指に墨をつけ、前の指紋の上から今度は指の方向を変えて念入りに押さえつけた。すると、 そこにには互い交錯した二重の指紋がはっきり現れた警察では君の指紋が犯人の指紋の上に重なってそれを消してしまったのだと解釈しているのですがしかしそれは今の実験でも分かるとおり不可能なんですよいくら強く押したところで指紋というものが線でできている以上線と線との間に 前のの指紋の跡が残るはずですもし前後の指紋が全く同じもので押し方も寸分違わなかったとすれば指紋の各線が一致しますからあるいは後の指紋が先の指紋を隠してしまうこともできるでしょうがそういうことはまずありえませんしたとえそうだとしてもこの場合結論は変わらないのです。しかしか あの電灯を消したのが犯人だとすればスイッチにその指紋が残っていなければなりません僕はもしや警察では君の指紋の線と線との間に残っている先の指紋を見落としているのではないかと思って自分で調べてみたのですが少しもそんな痕跡がないのですつまりあのスイッチには後にも先にも 君の指紋が押されているだけなのです。どうして古本屋の人たちの指紋が残っていなかったのかそれはよく分かりませんが多分あの部屋の電灯はつけっぱなしで一度も消したことがないのでしょう。君以上の事柄は一体何を語っているでしょう僕はこういうふうに考えるのですよ。一人の 荒い棒島の着物を着た男がその男は多分死んだ女の幼なじみで失恋という理由なんかも考えられますね古本屋の主人が夜店を出すことを知っていてその留守の間に女を襲うたのです声を立てたり抵抗したりした形跡がないのですから女はその男をよく知っていたに相違ありませんで まんまと目的を果たした男は、死骸の発見を遅らすために、伝統を消して立ち去ったのです。しかし、この男の一語の不覚は、障子の格子の空いているのを知らなかったこと。そして、驚いてそれを閉めた時に、偶然店先にいた二人の学生に姿を見られたことでした。それから男は一旦外へ出ましたが、ふと気がついたのは、 電灯を消したときスイッチに指紋が残ったに相違ないということです。これはどうしても消してしまわねばなりません。しかしもう一度同じ方法で部屋の中へ忍び込むのは危険です。そこで男は一つの妙案を思いつきました。それは自ら殺人事件の発見者になることです。そうすれば少しも不自然もなく自分の手で電灯をつけて 以前の指紋に対する疑いをなくしてしまうことができるばかりでなくまさか発見者が犯人だろうとは誰しも考えませんからね二重の利益があるのですこうして彼は何食わぬ顔で警察のやり方を見ていたのです大胆にも証言さえしましたしかもその結果は彼の思う壺だったのですよ5日経っても10日経っても 誰も彼を捕らえに来るものはなかったのですからねこの私の話を明智小五郎はどんな表情で聞いていたか私はおそらく話の中途で何か変わった表情をするか言葉を挟むだろうと予期していたところが驚いたことには彼の顔には何の表情も現れぬのだ一体平素から 心を色に表さぬたちではあったけれどあまり平気すぎる彼は始終、例の髪の毛をもじゃもじゃやりながら黙り込んでいるのだ私はどこまでズうずーしい男だろうと思いながら最後の点に話を進めた君はきっとそれじゃあその犯人はどこから入ってどこから逃げたかと反問するでしょう 確かにその点が明らかにならなければ他のすべてのことが分かっても何の買いもないのですからねだが遺憾ながらそれも僕が探り出したのですよあの晩の捜査の結果では全然犯人の出て行った形跡がないように見えましたしかし殺人があった以上犯人が出入りしなかったはずはないのですから刑事の捜索にどこか抜け目があったと考えるほかはありません 警察でもそれには随分苦心した様子ですが不幸にして彼らは僕という一階の書生に及ばなかったのですよ何実はくだらぬことなんですがね僕はこう思ったのですこれほど警察が取り調べているのだから近所の人たちに疑うべき点はまずあるまいもしそうだとすれば犯人は何か人の目に触れても それが犯人だとは気づかれぬような方法で通ったのじゃないだろうかそしてそれを目撃した人はあってもまるで問題にしなかったのではなかろうかとねつまり人間の注意力の盲点我々の目に盲点があると同じように注意力にもそれがありますよを利用して手品師が見物の目の前で大きな品物をわけもなく隠すように 自分自身を隠したのかもしれませんからねそこで僕が目をつけたのはあの古本屋の1軒置いて隣の屋屋という蕎麦屋です。古本屋の右へ時計や菓子屋と並び左へ旅屋蕎麦屋と並んでいるのだ僕はあそこへ行って事件の当夜8時ごろに 便所を借りて行った男はないかと聞いてみたのですあの朝日屋は君も知っているでしょうが店から土間続きで裏木戸まで行けるようになっていてその裏木戸のすぐそばに便所があるのですから便所を借りるように見せかけて裏口から出て行ってまた入ってくるのはわけはありませんからね例のアイスクリーム屋は路地を出た角に店を出していたのですから 見つかるはずはずありませんそれに相手が蕎麦屋ですから便所を借りるということが極めて自然なんです聞けばあの晩はおかみさんは不在で主人だけが水の間にいたようですからおあつらえ向きなんです君なんと素敵な思いつきではありませんかそして案の定ちょうどその時分に便所を借りた客があったのです ただ残念なことには朝日屋の主人はその男の顔形とか着物の縞柄などを少しも覚えていないのですがね僕は早速このことを例の友達を通じて小林刑事に知らせてやりましたよ刑事は自分でもそば屋を調べたようでしたがそれ以上何もわからなかったのです私は少し言葉を切って 明智に発言の余裕を与えた。彼の立場はこの際何とか一言言わないではいられぬはずだところが彼は相変わらず頭をかき回しながら澄まし込んでいるのだ私はこれまで敬意を表する意味で間接法を用いていたのを直接法に改めねばならなかった君明智君 僕の言う意味がわかるでしょう。動かぬ証拠が君を指さしているのですよ。白状すると僕はまだ心の底ではどうしても君を疑う気になれないのですが、こういうふうに証拠が揃っていてはどうも仕方がありません。僕はもしやあの長屋のうちに太い棒島の浴衣を持っている人がないかと思ってずいぶん骨を折って調べてみましたが、一人もありません。 それも最もですよ。同じ棒島の浴衣でもあの格子に一致するような派手なのを着る人は珍しいのですからねそれに指紋のトリックにしても便所を借りるというトリックにしても実に巧妙で君のような犯罪学者でなければちょっと真似のできない芸当ですよそれから第一おかしいのは君はあの死人の崔君と幼なじみだと言っていながら あの晩、細君の身元調べなんかあったときに、そばで聞いていて、少しもそれを申し立てなかったではありませんか。さて、そうなると唯一の頼みは、アリバイの有無です。ところが、それもダメなんです。君は覚えていますかあの晩帰り道で、白梅券へ来るまで、君がどこにいたかということを僕は聞きましたね。君は その辺を散歩していたと答えたでしょう。たとえ君の散歩姿を見た人があったとしても、散歩の途中で蕎麦屋の便所を借りるなどはありがちのことですからね。明智君、僕の言うことが間違っていますか。どうです。もしできるなら、君の弁明を聞こうじゃありませんか。読者諸君。 私がこう言って詰め寄った時鬼人明智小五郎は何をしたと思います面目なさに不服してしまったとでも思うのですがどうしてどうして彼はまるで異表外のやり方で私の荒ぎもをひしいだのですというのは彼はいきなりゲラゲラと笑い出したのですいやあしっけしっけ 決して笑うつもりではなかったのですけれど君はあまり真面目だもんだから明智は弁解するように言った君の考えはなかなか面白いですよ。僕は君のような友達を見つけたことを嬉しく思いますよ。しかし惜しいことには君の推理はあまりに外面的で。 そして物質的ですよ例えばですね僕とあの女との関係についても君は僕たちがどんなふうな幼なじみだったかということを内面的に的にに心理調べてみましたか僕が以前あの女と恋愛関係にあったかどうかまた現に彼女を恨んでいるかどうか。 君にはそれくらいのことが推察できなかったのですがあの晩なぜ彼女を知っていることを言わなかったかそのわけは簡単ですよ僕は何も参考になるような事柄を知らなかったのです僕はまだ小学校へも入らぬ自分に彼女と別れたきりなのですからねもっとも最近偶然そのことが分かって 二三度話し合ったことはありますけれどでは例えば指紋のことはどういうふうに考えたらいいのですか君は僕があれから何もしないでいたと思うのですか。僕もこれでなかなかやったのですよ D 坂は毎日のようにうろついていましたよことに古本屋へはよく行きましたそして主人を捕まえていろいろ探ったのです サイ君を知っていたことはその時打ち明けたのですがそれがかえって便宜になりましたよ君が新聞記者を通じて警察の模様を知ったように僕はあの古本屋の主人からそれを聞き出していたんです今の指紋のこともじきに分かりましたから僕も妙に思って調べてみたのですが<笑>,笑い話ですよ 電球のの線が切れていたのです。誰も消しやしなかったのですよ。僕がスイッチをひねったために火がついたと思ったのは間違いであの時慌てて電灯を動かしたので一度切れたタングステンがつながったのですよ。スイッチに僕の指紋だけしかなかったのは当たり前なのです。あのの晩、君は障子の隙間から ののついていてるのを見たと言いましたね。とすれば電球の切れたのはその後ですよ古い電球はどうもしないでも一人でに切れることがありますからねそれから犯人の着物の色のことですがこれは僕が説明するよりも彼はそう言って彼の身辺の書物の山をあちらこちら発掘していたが。 やがて一冊の古ぼけた洋書を掘り出してきた。君、これを読んだことがありますかミュンスターベルヒの心理学と犯罪という本ですが、この錯覚という章の冒頭を授業ばかり読んでごらんなさい。私は彼の自信ありげな議論を聞いているうちに、だんだん私自身の失敗を意識し始めていた。 言われるままにその書物を受け取って読んでみたそこには大体次のようなことが書いてあった「かつて一つの自動車犯罪事件があった法廷において真実を申し立てる旨宣誓した証人の一人は問題の道路は全然乾燥して埃り立っていた」と主張し今一人の証人は雨降りのあげくで 道路はぬかるんでいたたと宣言した1人は問題の自動車は徐行していたとも言い他の1人はあのように速く走っている自動車を見たことがないと述べたまた前者はその存道には23人しかいなかったと言い後者は男や女や子供の通行人がたくさんあったと陳述したこの両人の証人は 共に尊敬すべき紳士で、事実を極弁したとて、何の利益があるはずもない人々だった。私がそれを読み終えるのを待って、明智はさらに本のページを繰りながら言った。これは実際あったことですが、今度はこの証人の記憶という章があるでしょう。その中ほどのところに、 ああらかじめ計画しして実験した話があるのですよ。ちょうど着物の色のことが出てますから面倒でしょうがまあちょっと読んでごらんなさいそれはさのような記事であった「全略」一例を挙げるならば一昨年この書物の出版は1911年「ゲッティンゲン」において法律家 心理学者及び物理学者よりなるある学術上の集会が催されたことがあるしたがってそこに集まったのは皆綿密な観察に熟練した人たちばかりであったその町にはあたかもカーニバルのお祭り騒ぎが演じられていたが突然この学級的な会合の最中に戸が開かれて けけばけばしい衣装をつけた一人の道家が狂気のように飛び込んできた見るとその後ろから一人の黒人が手にピストルを持って追いかけてくるのだホールの真ん中で彼らは片身代わりに恐ろしい言葉をどなりあったがやがて道家の方がばったり床に倒れると黒人はその上に踊りかかったそしてポンとピストルの音がした たちまちま彼らは2人ともかき消すように部屋を出て行ってしまった全体の出来事が20秒とはかからなかった人々は無論非常に驚かされた座長のほかには誰一人それらの言葉や動作があらかじめ予習されていたことその光景が写真に撮られたことなどを悟ったものはなかったで座長が これれれはいずれ法廷に持ち出される問題だからというので会員各自に正確な記録を書くことを頼んだのはごく自然に見えた重略この間に彼らの記録がいかに間違いに満ちていたかをパーセンテージを示して記してある黒人が頭に何もかぶっていなかったことを言い当てたのは40人のうちでたった4人きりで ほかの人たちは山高帽子をかぶっていたと書いたものもあればシルクハットだったと書くものもあるというありさまだった着物についてもあるものは赤だといいあるものは茶色だといいあるものは島だといいあるものはコーヒー色だといいその他、種々さまざまな色合いが彼のために説明せられたところが黒人は実際は 白ズボンに黒の上衣を着て大きな赤のネクタイを結んでいたのだ攻略ミュンスター・ベルヒが賢くも切羽した通りと明智は始めた人間の観察や人間の記憶なんて実に頼りないものですよこの例にあるような学者たちでさえ服の色の見分けがつかなかったのです私が あの晩の学生たちは着物の色を見違えたと考えるのが無理でしょうか彼らは何者かを見たかもしれませんしかしそのものは棒島の着物なんか着ていなかったはずです無論僕ではなかったのです格子の隙間から棒島の浴衣を思いついた君の着眼はなかなか面白いには面白いですがあまりおあつらい向きすぎるじゃありませんか 少なくともそんな偶然の富豪を信ずるよりは君は僕の潔白を信じてくれるわけにはいかぬでしょうかさて最後に蕎麦屋の便所を借りた男のことですがねこの点は僕も君と同じ考えだったのですどうもあの朝日屋のほかに犯人の通路はないと思ったのですよで僕もあそこへ行って調べてみましたが その結果は残念ながら君と正反対の結論に達したのです実際は便所を借りた男なんてなかったのですよ読者もすでに気づかれたであろうが明智はこうして証人の申し立てを否定し犯人の指紋を否定し犯人の通路をさえ否定して自分の無罪を証拠立てようとしているがしかしそれは同時に 犯罪そのものを否定することになりはしないか私は彼が何を考えているのか少しもわからなかったで、君は犯人の見当がついているのですかついていますよ彼は頭をもじゃもじゃやりながら答えた僕のやり方は君とは少し違うのです物質的な証拠なんてものは 解釈のの仕方ででどうももなるものですよ。一番いい探偵法は心理的に人の心の奥底を見抜くことですだがこれは探偵者自身のの能力の問題ですがね。ともかく僕は今度はそういう方面に重きを置いてやってみましたよ最初僕の注意を引いたのは古本屋の崔君の体中にある。 生傷のあったことですそれから間もなく僕はそば屋の崔君の体にも同じような生傷があることを聞き込みましたこれは君も知っているでしょうしかし彼女らの夫はそんな乱暴者でもなさそうです古本屋にしてもそば屋にしてもおとなしそうな物分かりのいい男なんですからね 僕はなんとなくそこにある秘密が複在しているのではないかと疑わないではいられなかったのですで僕はまず古本屋の主人を捉えて彼の口からその秘密を探り出そうとしました僕が死んだ才君の知り合いだというので彼もいくらか気を許していましたからそれは比較的楽に行きましたそして ある変な事実を聞き出すことができたのですところが今度はそば屋の主人ですが彼はああ見えてもなかなかしっかりした男ですから探り出すのにかなり骨が折れましたよでも僕はある方法によってうまく成功したのです君は心理学上の連想診断法が 犯罪捜査の方面にも利用され始めたのを知っているでしょうたくさんの簡単な刺激語を与えてそれに対する権威者の関念連,連合の知足を図るあの方法ですしかしあれは必ずしも心理学者の言うように犬だとか家だとか川だとか簡単な刺激語には限らないしそしてまた常にクロノスコープの助けを借りる必要もないと 僕は思いますよ連想診断のコツを悟った者にとってはそのような形式は大した必要ではないのです。それが証拠に昔の名判官とか名探偵とか言われる人は心理学が今日のように発達しない以前からただ彼らの天秤によって知らず知らずの間にこの心理的方法を実行していたではありませんか。 大岡一前の神なども確かにその一人ですよ。小説で言えば、ポーのルー・モルグの初めに、デュパンが友達の体の動き方一つによって、その心に思っていることを言い当てるところがありますね。ドイルもそれを真似て、レジデント・ペーシェントの中でホームズに同じような推理をやらせますが、これらはみな、ある意味の連想診断ですからね。 心理学者の種々の機械的方法はただこうした天秤の洞察力を持たぬ凡人のために作られたものにすぎませんよ話が脇道に入りましたが僕はそういう意味で蕎麦屋の主人に対して一種の連想診断をやったのです僕は彼にいろいろの話を仕掛けましたそれもごくつまらない世間話をねそして 彼の心理的反応を研究したのですしかしこれは非常にデリケートな心持ちの問題でそれにかなり複雑していますから詳しいことはいずれゆっくり話すとしてともかくその結果僕は一つの確信に到達しましたつまり犯人を見つけたのですしかし物質的の証拠というものは一つもないのですだから 警察にに訴えるわけにもいきませんよし訴えてもおそらく取り上げてくれないでしょうそれに僕が犯人を知りながら手をつかねて見ているもう一つの理由はこの犯罪には少しも悪意がなかったという点です変な言い方ですがこの殺人事件は犯人と被害者と同意の上で行われたのですいやひょっとしたら 被害者自身のの希望によって行われれたのかもしれません私はいろいろ想像を巡らしてみたけれどどうにも彼の考えていることが分かりかねた私自身の失敗を恥じることを忘れて彼のこの奇怪な推理に耳を傾けたで僕の考えを言いますとね殺人者は朝日屋の主人なのです。 彼は在籍をくらますためにあんな便所を借りた男のことを言ったのですよ。いやしかしそれは何も彼の草案でも何でもない我々が悪いのです君にしろ僕にしろそういう男がなかったかとこちらから問いを構えて彼を強さしたようなものですからねそれに彼は僕たちを刑事かなんかと思い違えていたのですでは 彼は何故に殺人罪を犯したか。僕はこの事件によってうわべは極めて何気なさそうなこの人生の裏面にどんなに意外な陰惨な秘密が隠されているかということをまざまざと見せつけられたような気がしますそれは実にあの悪夢の世界でしか見いだすことのできないような種類のものだったのです 朝日屋の主人というのはサード教の流れを汲んだひどい残虐式乗車でなんという運命のいたずらでしょう一軒置いて隣に女の魔ぞっを発見したのです古本屋の細君は彼に劣らぬ式乗車だったのです。そして彼らはそういう描写に特有の巧みさを持って誰にも見つけられずに 貫通していたのです君僕が合意の殺人だといった意味が分かるでしょう彼らは最近まではおのおのを正当の夫や妻によってその病的な欲望をかろうじて満たしていました古本屋の細君にも旭屋の細君にも同じような生傷のあったのはその証拠ですしかし 彼らがそれに満足しなかったのは言うまでもありません。ですから目と鼻の近所にお互いの探し求めている人間を発見した時彼らの間に非常に敏速な了解の成立したことは想像に難くないではありませんか。ところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです。彼らのパッシブとアクティブの力の合成によって。 筐体が全時倍化されていきました。そしてついにあの夜この彼らとでも決して願わなかった事件を引き起こしてしまったわけなのです私は明智のこの異様な結論を聞いて思わず身震いした「これはまあなんという事件だ」。そこへ、 下のタバコ屋のおかみさんが勇敢を持ってきた。明智はこれを受け取って社会面を見ていたが、やがてそっとため息をついていた。あ、はあ、とうとう耐えきれなくなったと見えて自首しましたよ。妙な偶然ですね。ちょうどそのことを話していたときに、こんな報道に接しるとは。 私は彼の指さすところを見た。そこには小さい見出しで従業ばかり蕎麦屋の主人の自首した旨が記されてあった。